カテプシン K は CTS k 遺伝子によってエンコードされているシステインプロテアーゼ。カテプシン K はカテプシン B、L、S などと同様リソソームに極在するシステインプロテアーゼの一つである。手塚らによりウサギ破骨細胞に特異的に発現する遺伝子の一つとしてオークルマイナス2がクローニングされ本遺伝子が新規システインプロテアーゼをコードする。 可能性が示された。その後、人におけるオークルマイナスに相動遺伝子もクローニングされ、データベース検索の結果、本遺伝子がカテプシン L やカテプシン S と中程度の相動性を示す、新規システインプロテアーゼを行動することが明らかとなった。本遺伝子のクローニングに関しては、複数の研究グループがほぼ同時期に論文報告を行い、カテプシン系 カテプシン O にカテプシン OX といった名称が提唱されたが、最終的にカテプシン K が正式名称として採用されることになった。なお、この K はクローニングに携わった久米川、国母、健一といった主要メンバーのイニシャルに含まれる K に由来する。破骨細胞において産生されたカテプシン K は骨表面に面した波状炎から骨表面へ向けて分泌され、 主要骨気質成分である一型コラーゲンを強力に分解にすることにより骨吸収に関わる。なお、破骨細胞にはカテプシン B、L、S の発言も認められるが、その程度はカテプシン K に比べて極めて低い。カテプシン K は脳解骨症の原因遺伝子であることが明らかにされた。フランスの画家アンリド・トゥールーズ・ロートレックは本疾患をわっていたとされ、 骨の形成不全のため、得意な風貌と繰り返す骨折を余儀なくされ、36歳でその生涯を終えている。また、カテプ神経遺伝子欠損マウスは骨硬化症様の表現系を呈することも報告された。これらの研究成果により、実際に生体においてもカテプ神経が破骨細胞による骨吸収に関与することが示されたため、 有望な新規骨粗しょう症治療薬として多くの製薬企業がカテプ神経特異的疎外剤の開発を手掛けた。その中でメルクが開発したオダナカティブについては第三章臨床試験の結果が良好ということで近い将来に上司される可能性が高い。ありがとうございます。